右手の白い判定何ですか右手あ、これこれこれのことこれは、あの、犬に噛まれました <laughs>。マジで。あのー、ここでしょみんな多分ね、自撮り写真とか自撮りとかに映ってると思うし、あの、でもグラ、雑誌のグラビアとかだと消してもらってるんだけど、ここはね、あの、犬に噛まれた後です。 <laughs> 本当に。で、あと、ここに、私、黒い点みたいのがあるんだけど、これは、あの、これもね、い、どうにか、本当いつかどうにかしたいんだけど、これも、犬に噛まれた後です。で、これ何が嫌かっていうと、なんか、犬に噛まれて、なんでかわかんないけど、中にしこりみたいのができちゃって、あの、なんかね、わかんないんだよ。だからなんか、何か物があるの、ここに。で、これを多分取り除くには、ここを切んないといけないから、 <laughs> で、ここに、例えばさ、荷物あるじゃん。で、トートバッグとかをこうこっちで持つと、ここがね、圧迫されちゃうと、めちゃめちゃ痛いの。だから、私、ここの、左手の、ここで荷物をずっと持てなくて、これ、これを、ここで、ここで持つのはセーフなんだけど、ここの傷の上にこうやって圧迫しちゃうと、めちゃめちゃなんかね、痛いんだよね。なんか物がずっと入ってるの。どうにかしたい。 そう、でも私はね、注射すらできないからね、できません。そう、麻酔しないといけないから、ほんと注射できないから。無理。はいよ、病院行きよ。え、でも、病院行ったら多分ここ切るよね。切って、切るよね。怖っ。怖っ。そう、だからね、絶対右手で持つ荷物は、ここ。ここで持つ。うん。